皆さんこんにちは。今日はキャベツのザワークラウトを作りたいと思います。今日作って、食べるのは2週間後ぐらいからなんですけど、今キャベツがあるので、ついでに動画を撮りながら作ろうと思いました。今回はイタリアのベルザっていうちょっと普通のキャベツとは違うタイプのキャベツを使うんですけど、もちろん普通のキャベツでもいいですし、赤キャベツとかそういうので作ってもとっても美味しいです。いちいちすごくハマっていたことがあって欠かさず作っていたんですけど、ここしばらく作っていなかったので今日は久しぶりに作ります。以前はジップロックでよく作っていたんですけど、ジップロックに入れて重しをして作っていたんですけど、このような大きな瓶が手に入ったので今回はこれで作りたいと思います。で、本当にね、材料はキャベツと塩だけなんですね。キャベツの中に住んでいる自然の乳酸菌を繁殖させて、そうすると自然に酸っぱくなるんですね。なので乳酸菌って簡単に優勢になって、でそうすると他のねバクテリアが入りづらいんですね。なのであまり神経質にならなくても簡単にできます。なので例えばこういう今回はこの瓶を使うんですけど、特に煮沸消毒なんかを事前にしなくても大丈夫なようです。もちろん清潔に洗っておいてください。で、最近実はね保存食にすごく興味が出てきて、それいろいろ研究してみようかなと思ってるんですね。で、植物油が高いので、植物油オイル漬けではなくて酢漬けの方にしようかなと思って、野菜の酢漬けをいろいろ試しています。今日もちょっといろいろ試作してちょっと4種類作ってみたんですけど、なるべく簡単にできる方法で美味しくできるかなと思って、試作している最中です。もし上手にできたらレシピ公開したいと思います。それでは早速キャベツを切っていきます。これ外側の葉っぱはあらかじめ除いておきました。で、外側は軽く洗っておきました。で、まずこれ半分に切って、芯を取り除きます。この葉っぱの硬い部分なんかちょっと見える部分はこういう葉っぱのこの硬い部分もちょっと削いでおきます。これ一番めんどくさいのはこのキャベツ千切りにすることですよね。で、このボウルに入れておこうと思うんですけど、あらかじめこのボウルの重量を測って覚えておきます。 250g ちょうどでした。なので後から重量を測るときに 250g マイナスで計算したいと思います。千切りにしておきます。切り終えました。はい、それではこの切り終わったキャベツの重量を測ってみます。
1030g、先ほどこの容器 250g だったので1030-250 で、750+30、780g、 キャベツが 780g あります。そこに2% から 2.5% のお塩をここに加えます。まあ、今回は 2% でやろうと思いますので、 780g の 2% は、15g ぐらいかな、 16g 入れたいと思います。ここに使うお塩は精製のお塩とかは使わない方がいいです。そしたらこれをね、清潔な手で揉みます。最初すごくかさが多いんですけど、揉んでいくうちにすごく水が出てきてかさが減ってきますので、少し時間を置いてやってもいいかもしれないです。これ一度お塩を入れた後かき混ぜたら、ちょっとしばらく放置して水が出てきてからもう一度再開しようと思います。両手でね、揉んでいると少しずつ水が出てきます。なので時々休み休みやるといいです。結構ね、時間がかかるので、たっぷり水が出てくるので揉みます。なので少し揉んではまた時間を置いてって感じでやるといいと思います。そろそろこういう白く濁ったお水が出てきたの で野菜もしんなりしてかさが減ったので、瓶詰めし始めようと思います。この瓶の中に入れていきます。これはぎゅうぎゅうに押し詰めてください。で、握り拳を使ってぎゅうぎゅうに押し込みます。水が、ね、出てくると思うんですね。押せば押すほどこの水分がこのキャベツの上に来るまでぎゅうぎゅうに押して水分で覆うような感じにします。ぎゅうぎゅう押すと汁がいっぱい出てきますよね。で、このここに残った汁も全部入れます。で、キャベツが全部ね汁に浸かっていれば OK なんですね。なので、ぎゅうぎゅうに押して、この周りもなるべくきれいに掃除しておいて、で、この上にちょっとラップをかけたいと思います。キャベツが空気に当たってしまうとカビが生えてくる可能性があるので、それを防ぐために常にこの液の中に浸かるようにこのラップを上にかけておきます。こうラップで覆うようにすれば、キャベツが空気に触れることがなくなるので、これで大丈夫かと思います。これでもう準備 OK なんですね。これで蓋をして、で、時々これきちんと汁に浸かっているか確認する程度でいいんですけど、このまま放置して、基本的にはこのまま放置しておいて大丈夫です。もう準備はこれで完了です。これで乳酸菌が自然に発生して発酵して酸っぱくなってきます。1週間後ぐらいから結構酸っぱくていい香りがしてくると思うんですけど、2週間後ぐらいが一番食べ頃のようです。それ以上放置しておくともっと酸っぱくなっていきますけど、悪くなることはないんじゃないかと思います。
まあ、これ一度食べ始めたら一応私は容器に移して冷蔵庫の中に保存しています。ということで、簡単なザワークラウトの作り方でした。今日もご視聴ありがとうございました。それでは高評価ボタンよろしくお願いします。他にも保存食いろいろご紹介していきたいと思います。